プロデューサー、ディレクター、アレンジャー、はい、ここから仕事だと思う。あ、なるほどなるほど。いってもいいと思うけど、普通に、はあ、レコーディング、一曲、うん、の、ロックで、が、基本的に、はいはいはい、はい。でも、この間のスタイルさんのライブとかは、うん、結構、こういった。あ、そうなんですね。マジでお前なんて大したことないから、ほんま調子乗んなと。皆さん、こんにちは。森田ドラムスクールの森田です。前回に引き続き、今回のゲストは、木戸博さんでーす。僕のドラムレッスンチャンネルは、ドラムのレッスン動画を、配信したりとかしてるので、もしよければちょっと木戸さんに、このスタジオミュージシャン直伝の、僕はこの練習方法、っていうのをちょっと今回はレクチャーいただけましたらと思いましてですね、木戸さんが行っておられることをお伺いしたいなと思うんですが、よろしいでしょうか。はい。はい。耳栓してますね。はい、やってます、やってます。はい。じゃあ結構本気でいきますよ。はい。どれぐらいいくかっていうのを。はい。いや、それはちょっと、まあ。すごいっすね、そのスネアと叩く時の、うんうん、そうですね、でも全然大体こんなもんかな。すごいな。基本的にはちゃんとそのゴーストノートとか そのめっちゃ繊細な使い分けがされてるし、でシンバル叩く時はちゃんと優しいというか、あ、そうですね、結構やっぱ言ってるように見せて、はいはい、そうですね、すごい繊細っていうか、うんうん、これぐらい、スネアタムが 100% やったら、うんうん、シンバル 2% って言われたんですよ。はい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 、結構これするとさ、足も弱くなるんですよ、大体。そうですよね、このバランスっていうか、キットバランス、この使い分けはめっちゃ難しそうですね。うん、なんか難しいと思う。これってどういうコントロールのこの意識が必要ですか？これをすることで、うん、トップのマイクをガンって上げれるわけよね。はい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 。と全体の音がすごく良くなる。シンバルうるさい人は、うん、トップのマイク上げれないからさ、全体をこう取ることができないから、はい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 、まあ音変わってくるよねっていう。振りかぶるのはすごい振りかぶってるじゃないですか。うんうん、でシンバルをでも鳴らさないみたいな、そうそうそう、あんなに振りかぶって思いっきり叩いていいんや的なっていうのが、そのね、見る方からしたら、この、ね、あくまでパフォーマンスだって、はい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 、シンバルはすごい気使ってる、うん、だからあれなんですね、多分その大きな音鳴ってるけどなんか耳が痛くならないとか、そう、うるさくない、うるさくないっていうのがそういう秘訣があるんですね。そう、うるさい音と大きい音と違うねっていう、なんかだから迫力のある音っていうのは、はいはいはい、こういうことっていうかね、うん、この場所では結構耳の負担はあるから、まあやっぱ難聴になっちゃうしね、うん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 、俺も突発性難聴一回やってるから、はいはいはい、そこは気をつけないと。ドラム叩くときは基本耳栓とかしといた方が、うん、無難ですよね。そう、イヤモニとかこうやってね、自分の耳型のやつとか作ったらやっぱすごいいいと思う、うんうん、耳に優しいっていうかね、うん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 、こうスネア叩く時のこの指使いというか、うん、で意識されてることってあるんですか？その、まあ、言ったらすごいこう、なんやろ、腕の振りと、うん、その、まあ、手の速度がありつつ、うんうん、でなんかその中ですごいこう繊細な細かいことをこうやられてたりとかするじゃないですか。あ、なるほどね。この指のコントロールとかでこう気をつけておられることとか、使うのやめたんですよね。あ、なるほど。そうそうそう、そうなんですね。本当にフィンガーコントロールっていうのをすごい練習してきたんですよ。はい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 。本当にこうやって。こういうフィンガーコントロールをすごい練習したけど、フィンガーコントロールってここは疲れるんですよね。あ、確かに確かに。だからそれ嫌で、うんうん、もう全部
手首だけ、はいはい、手首だけやるようにしてて、うんうん、ゴーストノートとかもやっぱそういう、うん、そう、うんうんうん、いくのとちっちゃうと、そうですね、ゴーストノートはやっぱさ役割としてはさ、はいはい、このキックを安定させるっていうかさ、一応だから聞こえなくていいし、うん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 、この距離でしかこう味わえないことですね。でも爆音すぎて大丈夫ですか？いや全然全然大丈夫ですよ。でもね、こうダイナミックスのこうコントロールのやり方として、うん、でもこのシンバルとかね、本当にあの割れる原因とかにもなるし、で耳が痛くなったりとかもするので、なんか今の叩き方は本当にちょっと僕も真似したいと思います。本当シンバルはね、はい、あの聞こえるから、だからね、こう8ビートでこうやってる時も、うんうん、このハイハットに対してのね、この音量っていうのも、そう、それもやっぱさ、ね、コントロールがやっぱりハットが大きい人が多いから、うん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 、みんなバランスをしっかりさ、ボトムがドンってあって、はいはい、スネアパーンってあって、うんうん、ハットはそんなにね、うんうん、出なくても聞こえるから、うん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 、でもその実際当てるのはそんなになんか思いっきり当てないから、ね、やっぱさ、みんなさこう、うるさいうるさいし、はいはい、うるさいっていうか攻撃がうるさいってことが、はいはい、ボトムが軽く聞こえるわけですよ、はいはいはい、はい、うん、だから、うんうん、やっぱこの三角形をね、うんうん、作る、おお、なるほど、低域がドーンってきて、はいはいはい、上はそんなに、うんうんうん、ほっといても聞こえるから、え、タムとかっていうのは意識されてますか？タムはドゥルンドゥルン、ドゥルンドゥルンなってましたけど、やっぱタムはこっちに行くほど、はい、フロアに行くほどね、うん、もっと大きく叩く、スネアも、うん、まあ、行くけど、うん、ごめんなさい、あ、全然大丈夫ですよ、うん、大丈夫ですね、すぐへこんじゃうの、はい、でもそうですね、うん、逆にだから今までこれがへこんでなかったっていうのは僕のショットスピードが、いや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 、これドライヤーだったらちょっと出てくるから、あ、なるほどなるほど、ごめんなさい、あとで練習します、あ、大丈夫です大丈夫です、そうそう、だから より強くしていく、うんうん、強くする時のその体の意識としても、うん、やはりこう手首を意識されてる感じですか？スピードがすごい速い感じがするんですけど、動きは大きいけど、うん、その打面に当たる時の速度がものすごい速く見えるというか、うん、あ、体の重みが乗ってる気はする、うん、ああ、そう、そうですね、でも基本的にはリバウンドを使っていく楽器かな、うんうん、はあはあ、このタイム回しとかの時に、うん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 、でもあれですね、その言ったらタムです、そこまでその大きな音が鳴ってて次シンバル行くじゃないですか、うん、その時のシンバルがその優しくいけるっていうのは、 それが難しい、難しいですよね、だからそれだけ力が入ってないってことですよね。だからそのタム回しの時とかも、うん、こんだけ音量が出てるけど、もともとがやっぱ力が入ってないんで、そうです ね、 ね、やっぱ力はだいぶ抜けてきましたね、うんうんうん、キックは強いままね、そのだって、うん、だからだからシャーンってこう優しく叩いてる、絶対汗って分かる、そうそう、このこのバランス、そうですね、この右手は弱いけどキックは強いっていうのを、うんうん、はい、しっかり練習するというか、はい、例えば足とその右手の分離の練習みたいなっていうのって意識されてしたことってありますか？それってもう演奏の中で意識された、そう、もう自分でその意識をそこに置くだけ、う
なるほど、うん、あとは、まあ、やってみてあやっぱあそこ強くなっちゃったなとか、はい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 、キック弱くなっちゃったなっていうのを繰り返して普段からそうどこに意識を置いてるかでさ、はいはいはい、変わるでしょ、うんうんうん、そだからその意識を強く持つことだけかな、うんうん、これを軸にしてアレンジャーさんとか、うん、プロデューサーから、うん、もっとシンバル出していいよっていうかってなったらもうちょっと強くしたりとかなるほどなるほどやってみて、うん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 、そうかでもそのコントロールね、ダイナミクスコントロールというか、うん、それをねやっぱこう自在にできるように、うんしておくっていうのは非常に大事ですね。フレーズっていうのはさ、はいまあ、リズムでもさ、うん、最小単位に区切ったらさ何通りかしかないか例えば右手だけとかさ右手だけ左手だけ、うん、足と、うん、同時とか、うん両手とかね、うん、あとはまあこれは四分音符の場合だけど、うん、これが8分だったら、ね、こう足が1回で手が2回、うん、とか、はい、いろんな手順ね、うん、とか、ね、はいはいはいとか、まあ、手順で、うん、これがやっぱ一つ一つがしっかりできてなかったら何やったってフレーズの途中で問題が起きるわけではい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 、はい、その一個のものをしっかりやるのがいいと思うんですよね。例えばタドはい右手右足の組み合わせこれをひたすらやるわけですよね。タドこれをやっぱりしっかりテンポ上げていってでまあこうだったら右左足とかね、うん、ねとかまあ例えば左からも、ね、とか、まあ、こういうのを自分の苦手なやつ、はいはいはい、よく使うやつとかをやっぱりそのピックアップして、うん、その最小単位だけを練習していく。やはりこうゆっくりからやっていった方がいいですかね。もちろん、はいはいはい、で、ドラムなくてもいいですよ別にどこでもできる、はいはいはい、今のも例えば、うん、手と足、うん、タードタッここでできなかったら、はいはいはい、絶対できないし そうですね。そうそう普段からもう、うん、電車待ってる中とかね、うんうんこうやって、うんうんうん、あいつうるさいなみたいなイライラしてはるわ人がいなくなっていくさーっとなるほどでも僕ずっと高校時代とかはいはいもう電車待ってる時とかずーっとやってて、まあ、田舎だったから、田舎だったら誰もいなかったし、はいはいはい、でも本当に足とかずっとダブルとかもね、うんうんうん、ああ、あのすごいこうやってはい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 すごいですねやってて、もう本当にずっと電車待つのねはい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 で、本当にもう乗る時にはこんなんで、ね、動かへんこうやって電車乗っていくとかもうそんなことばっかだったあ、なるほどなるほど習慣にしてる感じですね。そう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 、ね、右左足がうまくいかない、うんはい、その脳の回路ができてないから、はいはいはい、ここでタトト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 これを毎日習慣にするわけ、はい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 、今週はこれみたいな右左足ができたじゃあ今度は左足左とかさ、うんうんうんまあ、中に入れてるねタトタ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 タ、まあ、そういうのを楽器を使わないで、はいはいはい、体にインプットするうん、そういうのがすごく効くと思いますね。なるほどなるほど、うん、まあでも楽器なくてもできるっていうのは、うん、ねこう素晴らしいことというかそうそう家でもできるしそれこそ電車の待ち時間とかでもできるっていうのはそうそう、まあ、人に迷惑かけないでそうですね。なんかこうよく僕のレッスンとかでも質問があることなんですけど、うん、そのリズムを安定させるコツっていうのってありますか。まあ、僕は思うんですけど、うん、結局まあ連帯責任なんでドラムだけのせいじゃないわけですよ、まあ、全員ですけどね本当に、はい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 、全員ですけど、うん、自分でリズムを取りすぎないどこかでリズムを取らないみんなさ、うん、とかさ、はいはいはいさ、裏の乗ろうとかさ、はいはい、日本でさ、乗ろうとかするじゃん。うんうんうん、場合によってなんかこうなんていうの、体でさ、はいはいはい、
ちゃうとかさ、で足でさとかさやるじゃん。でどっかでその取ろうとするわけよ。そういうのを全部やめて。あ、なるほどなるほど。そう、もうリズムを取らない。おただ叩くだけ。まあ言ったらやる気ないように見えるわけですよ。はい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 、ね、それが極意だと思う。ああなるほどなるほど。もうやる気なくていい。こう寝てんのかなみたいな。全然もう本当に手だけ動いてる人みたいな。今すごい軽く叩いたけど、こう乗ってたりする方がポケットみたいなものがこう狭くなる気がしてて、なるほど、気持ちいい場所が減ると思うんだよね。はいはいはい、はい、だからそれをパッてこう広くしてあげるのにやる気ない感じっていうかっていうのがすごく良くて、全員でそうしてるとなんかドシッとした演奏になるんじゃないかな。みんなにうわーとかやってるとなんかどんどん硬いリズムになっていく気がして、リズムってさ硬い柔らかいっていうのがあると思うんだよね。それはすなわち体の硬さから来てると思うんだけど、ね、動機があるんだったらクリックに合わせなきゃいけないけど、まあ、なくてもさ、そういう気持ちを持ってやれば、はい、全員でね、はいはいはい、全員がそういう気持ちを持ってやれば、多少走っても、立っても、それは自然なことだと思うし、揺れを生かしてドシッとした演奏をすれば、なんかそこにまた歌が乗って隙間のある音楽っていうか、はい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 、になると思うな。その隙間がすごい心地いいんじゃないかなっていうか。これもなんかよくそのもらう質問ではあるんですけど、そのリズム練習っていうものを、そのバンドでした方がいいのかみたいな。リズムってこうドラムだけじゃなくて、まあボーカルもね、ギターとかメロディーの人もまああったりするじゃないですか。もちろんもちろん。ね、だからその中でね、こう全員でこう同じリズム練習ができた方が良かったりするのかっていう。それはね、僕が好きなのは、やっぱりドラムが一番前にいるのが好きなんですよ。ドラムに前に行かせる、全て、出したいサウンドっていうか、グレーブ感っていうのによるけど、ドラムを前に行かせてベースがちょっと後ろに行ってみたいな、まあ、ベースだけじゃないな、ギターとかも、そういう練習はすごいいいと思うな。ただそれにドラムはついてくるなよみたいな、ドラムはなんかこう自分に合わせろっていうさ、いう人でいてほしい。あんまり人のこと聞きすぎないっていうのも安定するコツだと思う。どうしてもさ聞いちゃうでしょ。なんかボーカルに結構引っ張られて走っちゃうとかっていうのは、まあ、結構ある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 というか、ね、リズムがぶれちゃうとかっていうのね、合わせすぎちゃうから、みんないいやつなんだろうから。でもそうですね、そこはいいやつとか関係なくて聞こえてくる音だけ聞けばいいっていうか、あんま自分から聞こうとかするんじゃなくて、感じるっていう方が正しいっていうか、聞こうとした時点でもうそれは遅れる、必ず。聞いてから合わせてるのは遅れてるから、っていうふうに一回先輩に教えてもらったんだけど、確かになと思って、クリックに合わせて練習するときとかでもそうですもんね。クリックなってるものに対して聞いて合わせるとやっぱどうしても、そうね、まあ、クリック消す感覚っていうかさ、大事だと思うし、リズムキープをするためにこれまでそのヒロさんが行われてきた練習みたいな、クリックを使って練習されることってあります？そうですね、クリック基本使いますね僕は。あ、なるほどなるほど。リズムを良くするにはポリリズムを勉強するのがいいと思う。あ、なるほどなるほど。リズムっていうのは奇数と偶数があって、空気がその同時進行している状態をポリリズムっていうわけですよね。だからワン、ツー、ワン、ツーってのと、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ね、これがその同時進行するわけですね。ワン、ツー、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 スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー。この今ワン・ツーとワン・ツー・スリーをね切り替えたじゃないですか、はい、これがまずできるようにするのがいいですよね。すごい。あとは3と4か、例えばね、ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー・ワン・ツー・スリー・ワン・ツー・
1、2、3、4、1、2、3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 
1 2 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1に対してこの3連符のさ、うん、4つ取り、はい、タンツタンツンタトゥンタクトゥツカクトゥクタク、今のってさ、うん、4から見た3じゃん。はいはいはい、ね、そうですね、うんうんうん、じゃなくて3から見た4、はい、こっちが主役になるみたいな感じだね。そう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 、その切り替え、うんうんうん、だから1 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and 1 and 2、これあの、うん、さっきの1 2 3 4の四角の2のところが1 and 16の4つ目になるわけだね。はい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 、1 and 2 and 次2の n、うん、3つ目で4 and 1 and 2 and 3 3拍目の16号2つ目、うん、っていう風に感じると、うんうん、1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 3 1 2 4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 
主役が変わるっていうのは難しいですね。ねでもこれがすごい練習になると思う。ちょっとじゃあ100でお願いします。ああ、一旦テンポ早いから早いですね。ちょっとゆっくりしようか。90で、うん、出しても、うん、この頭のカウントを見失わなくなるのでめちゃめちゃリズム鍛えられるやつですね、うん、ですよね、はい、うん、こういうのはいいと思いますね。しかも先ほど木野さんがこうやっておられたみたいに、うん、口でカウントしながらやるとさらにこう身につきそうな感じというか、そうですね、1、2、3、4と1、イエンダ、2、イエンダ、3、イエンダとか、まあそういう細かく抜いたりとか、こういうのを理解するだけでもリズム感って良くなると思うんですよね、はいはいはい、うん、あ、例えばもう一回流しますか、はい、それはその16分音符の中を割っていくってことですよね、はい、だから、ワン、ツー、シー、フォーってある中で、ワン、ツー、シー、フォー、ワン、ツー、シー、フォー、ワン、4小節目で1になるわけですよね、うんうんうん、まあこれを使ってそこの位置でシャッフルのリズムをさらくとかね、はい、ははははは、なるほどなるほど、そうするとこの、うん、ワン、ツー、シー、フォー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 、やつですね、これは。先ほどその何でしょう、その木戸さんがその、うん、まあ、あえてリズム取らないみたいな感じのことをおっしゃってたんですけど、うん、なんか例えばこういうのがその基盤にあると、うん、わざわざその体でこうワンツースリーフォーってこうリズム取らなくても、うん、なんかその体の中のイメージでというか、うん、リズムが取りやすくなったりしそうな感じですね、うん、それはあると思います、ね、うんうん、だからこれってそのボーカルの方とかも、うん、他の楽器の人も、うん、みんなが理解してい行った方がいいと思うんですね、うん、そうですね、はい、なるほどなるほど、これは直伝ですねめちゃめちゃ直伝ですね、
いや、ありがとうございます。参考になれば。いや、素晴らしいレクチャーをしていただき、はい、ありがとうございます。はい、それでは、木戸さんも、あれなんですよね、ドラムレッスンを、されてるということで、東京でされてるんですか、はい、普段は。はい。はい、もしよろしければ、皆さんね、こう、ぜひ木戸さんの、チャンネルにて、まあ、木戸さんのレッスンもされてるということなんで、興味ある方は、ぜひご覧ください。誰でも、はい、来てください。はい。ね、本当に小さなお子さんとかまで、うん、来られてる感じなので、いつでも来る。はい、もう本当にめちゃめちゃ、あの時 の、 あの怖い木戸さんじゃないので、めちゃめちゃ優しい今は改心しました。はい、そんなことで、それでは、木戸さん本当に今日はありがとうございました。はい、それでは皆さん、さよなら。